こんにちは、サメラジオのことです。概念フレームワーク第1章、財務報告の目的本部、ディスクロージャー制度と財務報告の目的1。企業の将来を予測する上で企業の現状に関する情報は不可欠であるが、その情報を入手する機会について投資家と経営者の間には一般に大きな格差がある。このような状況の下で情報開示が不十分にしか行われないと、企業の発行する株式や社債などの価値を推定する際に投資家が自己責任を負うことができず、それらの証券の円滑な発行流通が妨げられることにもなる。そうした情報の非対称性を緩和し、それが生み出す市場の機能障害を解決するため、経営者による私的情報の開示を促進するのがディスクロージャー制度の存在意義である。2、投資家は不確実な将来キャッシュフローへの期待のもとに、自らの意思で自己の資金を企業に投下する。その不確実な成果を予測して意思決定をする際、投資家は企業が資金をどのように投資し、実際にどれだけの成果を上げているかについての情報を必要としている。経営者に開示が求められるのは基本的にはこうした情報である。財務報告の目的は投資家の意思決定に資するディスクロージャー制度の一環として、投資のポジションとその成果を測定して開示することである。3、財務報告において提供される情報の中で投資の成果を示す利益情報は基本的に過去の成果を表すが、企業価値評価の基礎となる将来キャッシュフローの予測に広く用いられている。このように利益の情報を利用することは同時に利益を生み出す投資のストックの情報を利用することにも、含意している。投資の成果の絶対的な大きさのみならず、それを生み出す投資のストックと比較した収益性あるいは効率性も重視されるからである。ありがとうございます。